ただいまより WBC 世界フライ級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー WBC 世界フライ級チャンピオン111パウンド4分の3競泳所属ユーリー・アルバチャコフ。チャンピオンのユーリー・アルバチャコフが紹介されました。16戦全勝 13KO 無敗です。コーナー挑戦者 WBC 世界フライ級4位112パウンド韓国チャーナムフン。チャレンジャーは WBC 第4位韓国のチャーナムフン。22勝 13KO 1敗1引き分け。ジャッジ今日のゲストの堤さん、どうですか、こうやってもう近くで見てて。いやもうワクワクしますね。そうでしょうね。すごい皆さん体が綺麗ですね。そうですよね、今ジャッジが紹介されています。ハロルド・ローレンスさん、ホセ・ウエラさん、そしてヘッス・アリアスさん。レフリーはアメリカのカルロス・ハディーラさんです。渡辺さん、はい、さあ今日この試合のですね、はい、渡辺さんからご覧になったポイントですね。そうですね、やはりあのね、ユーリーのはね、はい、やっぱりチャンピオンですからね、はい、僕は意外と見て立つと思います。見て立つ、はい、チャンピオンのボクシングすると思います、はい、あのチャン選手はね、やはり挑戦者ですからね、はい、本当はあのガンガンいかなダメなんですが、意外と彼はねボクシングを組み立てると思うんですよね。なるほどね、はい、ですからあの無防備なあの韓国独特のね、あのブルファイターというかね、そういうパターンでスタートはしないんじゃないかなと思うんですけどね。そうしますと早い回というよりも中盤から後半という感じでなりますかね、勝負どころは。そうですね、ですけどやはり自分の軸にして相手を動かしたいですからね、どうしても相手は前に来ますからね。なるほど、ですから1ラウンドゴングなってみないとこれは分からないですね、はい、はい、採点は10点砲フリーノックダウン制。ダウンは最終回以外ゴングに救われません。グローブはメキシコ製の8オンスのグローブを使用します。偶然のバッティングは3ラウンドまでドロー、以降はジャッジペーパーによります。 WBC 世界フライ級タイトルマッチ、いよいよ第1ラウンドのゴングが鳴りました。緑のトランクスが挑戦者のチャ・ナムフンです。今日は黒のトランクスで登場いたしました、チャンピオンのユーリ・アルバチャコフ。やはりユーリがね、やっぱり自分を中心に動かそうとしてますね。なるほどね、チャー選手がちょっと揺れてますね、はい、あの聞くところによりますと、はい、チャは比較的ですね、あのスロースターターの逆で、はい、まあ、結構こう第1ラウンドからトップギアに入るタイプなんだというような情報が入ってきてたんですけどね。あの KO 率はすごいんですけどね、はい、あの僕がビデオ見た中では あまりあの前半からガンガン行くボクサーではないんじゃないかなと思ったんですよね。あ、なるほど、まあですけどね、やはりチャレンジャーですからね、はい、やっぱり一勝2回のチャンスですからね。そうですよね、12ラウンドもう自分の力を振り出し切ってほしいですね、はい、しかし渡辺さん、はい、チャンピオンの有利のですね、右のストレートクロスカウンターですね、カウンター、ね、これはすごいですね、やはりなかなか今ね、お互いね、出方を見ながらね、はい、パターンを作ってますね。あ、なるほど、はい、意外とあの無防備にガンガンあのチャンも行きませんね、はい、今左のジャブをボディへ持っていきましたチャンピオン。それから挑戦者は少しボディが弱くてスタミナに難があるというような話も聞いてるんですけどね。公開スパーリングの時にあのカッパを着てましたね。あ、なるほど、ですからあのもう試合の数日にもかかわらず意外とカッパを着てるということはね、ええ、減量にそう楽ではないのかなという、まあ、気配も感じるんですよね。あ、そうですか、はい、今いい右のクロスが炸裂仕掛けましたチャンピオン。画面の右側がチャンピオンのユーリ・アルバチャコフ。ジャブのダブルです、挑戦者チャ・ナムフ。今背中が見えておりますのがチャです。大きな右、渡辺さん今の右ですね。そうですね、あの合わせて打つと、はい、あのユーリの左に合わせて右をかぶって打つのでね、はい、はい、それが武器でしょう。そこは突破口をね開いて打っていくと、はい、はい、ボディから右、ボディから右に入りましたチャレンジャー。大きな左から右をフォローします。意外とあの打ち合いしてますね。そうですね、あのスパッと右、そうですね、
スタートした時はね、意外と相手の様子を見てたんですかね、はい、意外と打ち合いしだしましたね。そうですね、第1ラウンドも残り30秒を切っています。チャーがちょっとめ、額を切りましたかね。ああそうですね、バッティングでしょうね。フェイントを入れながらパンチを出そうというチャレアですが、右のストレートを持ってきました。カルロス・パディーラさんが中を割ります。おー、ちょっと荒くなったような感じの第1ラウンドですが、さあ第1ラウンドの採点、採点どうでしょう。渡辺さんの採点は10対10です。ご自身もボクシングをやっていたという堤さん、はい、どうですか第1ラウンド見て。チャンピオンは柔らかいですよね、動きがね。あ、なるほどね、すごい柔らかいですね、挑戦者もかなりこう動いてますね、思い切ってきますね。渡辺さん、はい、少しやはり変則的な感じありますね、チャレンジャーね。そうやはり韓国的なね、変則、あの変則でいかなくては有利を崩されないでしょう。有利はオーソドックスなこう綺麗な形で来るのに圧倒的に強い感じがありますよね。やはりちょっとガチャガチャとね、はい、攻められるとちょっと攻めあぐむという有利の、ややまだプロとしてのね、はい、アマチュアの時にああいうボクシングはないですからね。あ、そうでしょうね、はい、左のリードブローが伸びています。チャンピオン画面の右側ボディを狙ってきます。チャレンジャー左のアッパー突き上げていきます。ガードを固めてかなりダッキング、ウィングワンツー、チャンピオンのワンツー左。放送席久保田さん、はい、青コーナーですが、はい、相手のパンチを気にせずにフェイントをかけて、そして脇を締めてスピードを持ってどんどん打っていくと。それから左上のほくろがちょっと潰れたようですね。ああ、そうですか、はい、ボディです。この辺りは落ち着いているチャンピオン。チャレンジャーサイドはテレビ大阪の金森アナウンサーです。ワンツー右を軽く当てます。まだワンツーを持っていきます。アッパーから左、そして左のアッパー、いいですね、はい、よく相手を見てますよ、ユーリはね、はい、大竹トレーナーに伺いましたところ、前に比べましてね、だいぶこう左が良くなったと、左服が良くなったという話をしてました。チャンピオンのユーリです。やはりね、ガードがいいからね、はい、射程距離の中であんなに冷静にボクシングができるんですよね。ストレートです、右アッパーから右を伸ばします。右のアッパーから左を伸ばしました。チャレンジャーです。おー、右、今の右はちょっと警戒しなければいけませんね。交代します。チャンピオンガードボディちょっと低い、はい、まだワンツーです。その後すぐに左のガードを上げました。チャレンジャー、チャレンジャーのワンツースリー、大きな左のフック、ライトの力いっぱい振ってます ね、 そうですね、当たれば危ないですよ。まあ、渡辺さん、はい、チャンピオンはここまでしかしよく相手はさすがによく見てますね。そうですね、見ながらまだまだまだエンジン全開じゃないですけどね、はい、まだよく見ながらやっぱりきちっと的を当てながらね、はい、はい、左のフックからボディ、左のフックからボディを見舞いました。チャレンジャーのチャ・ナムフン、右のクロスです。大きな右、大きな右です、大きな右です、チャレンジャーの右ですね、チャレンジャーの。しかし今も何かこう伸び上がるようにしてアッパーを打っていきました。チャレンジャー、こういうタイプは先ほど渡辺さんからお話もありましたが、アマチュア時代には絶対ないタイプですの で、 そうです、ね、やりづらいでしょう。頭からね、振ってきますからね、こういう時渡辺さん、はい、受ける側としておっと右のクロスです、右のクロスです。どういうことを気をつけなければいけませんか。やはりガードは常に、ね、射程距離に入るとね、はい、まあ、ユーリーガード硬いですからね、はい、まず大丈夫と思うんですよね。右のショート、はい、右のショートです、ユーリー、すごいですね。ここで第2ラウンドがゴング。このラウンドはやはりドローでしょうね。10対10、はい、渡辺さんの採点はイーブンです。ここで本日の